延命園。延命園は、中華人民共和国北京市会余独に位置する、深海に築かれた離宮の遺構である。面積は3 5トルに及ぶ。1709年、後期48年、新朝4代皇帝皇帝,帝が、巫女の種、陰神に貸し,した庭園がその起源となる。種が、皇帝、妖精帝に、即位、1725年、 幼生三年以降様々な建物が増築され、庭園も拡張された。建立帝の時代には、延命園の東に、長春園、南東に、奇春園、後に万春園と、改称が設けられた。この延命園、長春園、奇春園を総称して、抗議の延命園となる。長春園の北側には、イエズス海市の部のわ、カスティリオーネラが設計に関わった噴水が設けられ、 西洋風の建物、西洋楼が建てられた。佳京三の時代にも大規模な修築が行われ、洋州から最高級の建具が取り寄せられた。そして、文元閣には四個前書の抄本が収められた。ヨーロッパでは、オールドサマーパレスなどの名で紹介された。しかし、1856年、皆、豊か6年に勃発したアロー戦争、第二次アヘン戦争に際して、 北京までフランスイギリス連合軍が侵入、フランス軍が金目のものをすべて略奪した後、遠征軍司令官を得る銀白の命を受けたイギリス軍が捕虜が虐待されたことに対する復讐として徹底的に破壊し、延命園は廃墟となった。これに対して延命園を評価していたビクトルユーゴーら一部の文化人はこの破壊行為を批判した。ただし、 長州に延北川の西洋老庭園の海安堂前の噴水時計に設置されていた十二、四像がこの時派、略奪されたという見解があるが、実際にはこの時は被害を免れ移設されたものである。1930年頃に北京近郊でこの十二の像の写真が撮影されており、その後首を切断され流出したものと考えられる。詳細は、延米園十二世に十手銅像を参照。 この際、延命園から略奪された宝物は、大英博物館など主に、ヨーロッパ各地の博物館に所蔵、展示されてる。その後も、義和団の乱などの戦乱や文化大革命などにより、延命園はさらに荒廃したまま放置された。1984年に遺跡公園建設が始まり、一部の地域が修復、整備された。1988年に、 国の重点保護文化財に指定され、観光資源として、数多くの観光客を集めている。延命園自体への入場料は10元、西洋要老意識への入場料は15元。2000年代に入ると成人式の会場などのイベントにも利用され始めた。現在では、廃墟のまま保存すべきか、一部でも復元すべきか、中国国内で議論されているが、2007年に、 中国当局は2008年から200億元をかけて一部の復元工事を行うことを発表した。発表の翌月には、延命園の遺跡保護プロジェクトが発足した。そのプロジェクトは、小学寺の再建と保護、長春園旧門区の保護など、8つの重点項目がある。とりわけと最大の課題になっているのは、景観装食用水を再生水にする計画である。 数百万流米に及ぶ再生水を再利用する。水質を高めて植物や生物による最新の水質浄化技術で循環と浄化を行う。中国政府は近年になって流出した宝物などの回収に本腰を入れており、これまでに海安道の十二地像のうち牛、猿、虎、胃、馬は中国企業が約十億三千四百万円で購入して、 中国政府に返還した。2009年2月にイブさんイコールローランが所有していた男の像が競売にかけられることが判明し、中国側は購入のため交渉に乗り出した。結局、2月25日に銅像はそれぞれ1570万ユーロ、当時の日本円で約39億円で民間組織、海外流出文化財救出基金の顧問を名乗る。 最明町により落札されたが、金を払うつもりはない。中国人としての責任を果たしただけだと語り、結局代金を支払うことはなかった。だがこれに対しては、国外は元より、中国国内でも批判の声が上がり、中国国家文物局も個人的行為だと表明して、国の関与を否定するに至った。一方、 サイの発言に対しては所有者だったサイイコールローランのパートナー、ピエール・ベルジェが中国が人権を守り、ダライ・ラマ十四世がチベットに帰還できるなら中国政府に銅像を引き渡してもいいと発言したことから中国は反発、結局像はベルジェの手元に残された。同年8月には延命園で十二子像を含む噴水時計が復元された。また、 中国の延命園管理所がアメリカ合衆国全土の博物館を巡回して延命園の宝物を追跡していることについてアメリカニューヨークタイムズ氏は脱会を目論んでいるのではないか国国民へのポーズに過ぎないと批判している2012年11月にはイギリスのオークション会社ボナムズが予定していた延命園の宝物2点のオークションを中止した一方 上記のウとこの像は、p p r の創業者が交渉の末に、ベルジェから所有権を手に入れ、2013年6月28日に中国国家博物館へ寄贈、現在展示されている。なお、関東省主海市にテーマパークとして、延命園を再現した、延命新園が1999年に完成しており、清を題材とした映画などの収録に使われている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。